こんにちは、アミです。こんにちは。本日はですね、先週の金曜日に引き続き精霊ガチャを引いていきたいと思います。よろしくお願いします。なぜ2回に分けてるかというと、先週はもらった石半分まで使って、今画面に出てるねサイリアでいうとダリアが出て、あとベニテングタケとアサガオが出たわけですけど、でそこでね一旦ストップしたんですよ。なぜかっていうと、あのガンコラのベリアルが欲しくて、残りをねそのベリアル1点狙いするか精霊まとまらすかで迷って、皆さんにねコメント欄で意見を聞いたんですけど、圧倒的に、精霊引いた方がいいよっていう意見が多かったですので、ベリアル1点狙いきついからね、私もそう思うので、今日は精霊ガチャ引き続き、今51個あるんで、何回ですか10回引いていきたいと思います。言うてさ3体しかいないわけですよ。で、うち欲しいのがね、なんだっけ、もちろん一番欲しいのはハイビスカスですけど、あと意外とさ、なんだっけ、あのナルシスト水仙水仙武田誰？そう、水仙が使われてたり、ダリアのサブに水仙使われてたりしてるので、まあ、欲しいなっていうのと、あとあれですよ、雪の下石化も強いですよね。のでこの辺りちょっと狙っていきたい気持ち、水仙と雪の下よろしくお願いします。水仙武田だから誰？水仙武田誰？え、シーセン武田知らない？シーセン武田？ビタミン C のドリンクの、あーシーセン武田、ま、置いといて、そんな感じですかね、欲しいやつは。はい、でダイヤがね結構下げ率が高めなんで、ちょっと向かい喜びしないようにしていこう。昨日上がったワンセット対決っていうのをやったんですよ、杉さんと精霊でね。でその中では結構ダイヤ率が高かった、精霊率も結構高かった。そのままの引きでよろしくお願いします。1回目、はい、ダイヤありがとう。あ、パプリカ、花が咲いたら雪の下じゃないですか。え、一発目でこれは神引きの予感してる。せっか強いっすよね。強いっす。まあ、どういう使い方をするのかまだよく分かってないんですけど、4ターン軽減だし、はい、ありがとう。嬉しい嬉しい。これかぶりなしでコンプできたりしないかな、白くお願いします。あとはナルシストマン、金アルキオネ、ダイヤ、とりあえずダイヤとりあえずダイヤ出してもらって、はいはいはい、オッケー。あー、ハエトリグサだ。まあ、初ゲットなんで全然いいっすよ。ハエトリグサってリーダーでいけるんか。あ、でも謎リーダースキルですよね、これ。はい。木の2コンボ以上で3コンボ加算、闇の2コンボ以上でダメージを半減。めっちゃ難易度高そう。あ、ボックスがいっぱいですって。はい。何回目だ？ 4 回目かな。よし。まあ、ダイヤ。まあ、ダイヤ嬉しいし、精霊出てるよ。おい、サイリア出てもいいよ。おい、出たダイヤ詐欺マン、武器にします。5回目、半分、これで半分。いやー、ダイヤ率はいいんだけど、ダイヤ詐欺やめてって。あー、金はやめてよ。あ、初ゲットじゃない？あ、初ゲットだ。まあ初ゲットはね、いつか化ける可能性があるから取っときますけどね。ここまで5回引いて2精霊ですね。ちょっとな、絶妙だよ。6回目、よーいよーい、おーい、パプリーカー、おー、ハイビスカスフミエじゃん。強っ、おめでとう。うわー、精霊と相性がいい。あとキノコ狙ってこう。キノコ？ベニテングタケ1体持ってますよ。あ、でも武器も強いっすよ。じゃあベニテングもう1体欲しいな。よっと
お、気候上だな。気候上だな。フィリスで行こうとしてたんですけど、こっちの方がいいかな。まあ、十字大変じゃん。うん。それ火でコンボしてるだけなんで。いや、嬉しい。汗かいてきた。俺は神引きじゃん。火、改めてよかったの。火だけに。いや、よかったよ。神引きしたよ。まだあるけど。こないだっていうか、ちょっと前だけど、フェスゲインヒロインの時に、マジで相性が悪くて、大々爆死したんですけど、そこを取り戻してる今。よし、あと4回いきます。キノコか、ナルシスト。キノコか、ナルシスト。おいおい。まあ、フェスゲンだからいいけど。可愛いからいいけど、あと3回。めっちゃ汗かいてきた。マスクがね、もう暑い季節になってきました。足をかけます。お願い。おい、さっき見た。ダイヤ詐欺やめてもろて。あと2回。お願い。おー、金。おー、金。ルミエル。ルミエル、あ、いっぱいいたわ。いっぱいいました。よし。ラスト、いきましょう。たけのこじゃない。きのこか、なるし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 。カービィじゃん。うわー、すげえ。え、コンプじゃん。あ、3体。星なの3体っす。さすが花屋の娘はちげえな。違うわ、全然違うわ。そんなことある。またマーベルの時みたいな感じになっちゃった。みんな気候上いけるスペックありますよ。アジサイもいけるんすか。ナッツル全キャラで気候上クリアしてもろて。いや、ハードル高。水6個以上、あ、水列3コンボかさん。固定300万。水の HP が、あ、3倍のやつか。話題になったわ、そういえば。なるほどね。でも私水のサブ全然いないんすよね。知らん。いやー、すごくね。すごい。これはすごいよ。コンプはやばい。無課金でサイレアコンプしちゃった。あとふみちゃんは低評価つかないからいいよね。いや、つきますよ。マーベルの時結構ついてたよ。あ、そう、確か。シーさんよりはつかないかもしれないけど、ね。高評価をよろしくお願いします。低評価は普通に悲しい。ということで、星をつるぐ精霊たちはちょっと増えまして、サイレアがなんとコンプで、星6がハエトリグサ、アサガオ、ミニテング、雪の下。いやー、でもあのナルシ君ちょっと欲しかったけどね。まあしょうがないか。サイレア引けたんで、ハイビスカスは早速ちょっとパーティーを考えて動画を出したいと思います。ということで、ぜひ高評価をよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、さよなら。